ランドサットから見た、繁華湖の画像、繁華湖北岸湖繁華湖、寒帯屋山、湖は中国東北部の国陸交渉と、ロシア連邦の沿海地方との間の国境地帯に、ある広大な水面である。中国側は、国流交渉鳥西市に属し、市街からは 120km 離れている。湖の面積は4190平方キロメートルで、湖の北寄りに、 直線上の国境線が引かれ、南側3030 30平方キロメートルはロシアに属し、北側1160平方キロメートルは中国に属している。湖周辺は貴重な生態系が残る、世界的にも重要な湿地帯で、中国側には境界湖国家級自然保護区が、ロシア側には繁華湖自然保護区があり、1996年に 両国の首脳が湖の自然保護について共同保護協定を締結した。また、両国の自然保護区は共にラムサール条約登録地になっている。日本や太平洋一帯にも飛来する渡り鳥が多く、住みタンチ単調とマナズルの重要な繁殖地である。他にも多くの絶滅危惧種の野鳥、両生類、爬虫類、昆虫などが生息するほか、 第三期の植物群やチョウザメなど多くの淡水魚類、アムールトラなどもわずかながら生息している。かつては時もいたが、中ロ両国の農地開発などにより、第二次世界大戦後しばらくまでいたのを最後に確認されていない。この湖は科学調査のほかに、自然保護、エコツーリズムなどでも注目すべき場所である。しかしながら、中国が湖岸地帯の保護区の大半は、 国有農場地区に属しており、集団農場による農業、漁業、畜産などで天然資源が国士されている。両国、特に中国側の密漁、排水による汚染なども問題となっている。繁華湖は湖の北中国領にある高さ10メートルの砂丘で分けられた大小2つの湖に対して与えられている総称である。湖岸は北西側以外は 湿地帯である。半華湖に流れ込んでいる水系の範囲は約16,890平方キロメートルの中石平野で、その97%はロシア側の領土である。4,000から4,400平方キロメートルの水面は中国東北部最大の湖水面である。湖には23の川が流れ込んでおり、南のロシア側ではこれら河川が 半過湖に入る前に大湿地帯をなすが出ていく川は中路国境をなす松浅市川だけである。湖の平均の深さは4.5メートルで最大でも10.6メートルである。湖水の水量は平均18.3キロ立方メートルだが最大で22.6キロ立方メートルになる。湖は松浅市川を通して薄利川水系、ひいては アムール川水系に属し、北のオホーツク海に流れている。年間の最高気温は、摂氏21.2度で最低気温は低、摂氏19.2度である。雨は主に夏に降り、年間降水量は750ミリメートルほどである。湖水の滞留期間は1年ほどである。周辺からは新石器時代から、ツングース系民族の遺跡まで、多数の遺跡が出土している。 大祖境が建てた、渤海国は、半華湖の周囲全体を領土としていた。以後、女神や満州族の住むところとなり、1860年の北京追加条約までは、全体が、新国吉林将軍管轄区であった。そして、新旅館で条約に基づき1861年、境界古換約が締結されて、湖の大半がロシアに割譲され、現在に至る。 湖岸の東側をシベリア鉄道が走っており、スパスクラリニーやチェルニゴフカなどの中規模の町がある。南方にあるウスリースクからの距離は 200km、ウラジオストクからは 300km ほど。ありがとうございます。